バードキャッチャー、またはアイリッシュバードキャッチャーはアイルランドの競争馬、シュボバである。アイルランド初めての歴史的名馬で1852、56年イギリスリーディングサイヤーを獲得した。前王にセントレジャーステークス優勝馬でのちにフランスでタネボバとして成功したフォアバラーがいる。バードキャッチャーは15.3ハントと当時としては標準的な 大きさで金星の取れた優れた馬体の持ち主だった。栗毛に白い白斑を持ち、これは後にザテトラークやストックウェルに受け継がれた。この白斑はベンドアンまたはバードキャッチャー藩と呼ばれバードキャッチャーやストックウェルが大守護場となったことで19世紀のサラブレッドには比較的よく見られたが、20世紀中頃以降出現は稀になっている。バードキャッチャーは ブラウンズタウン牧場で生産されウィリアムディズニーに買われた。1歳になるとウイルス性の肺炎にかかり安楽死も検討されたが、そこから奇跡的な回復を見せ後に奇跡の馬と呼ばれるようになる。現役時代は2歳から4歳まで走り、全15戦すべてアイルランドのカラケーバ場で走った。マドリッドステークス、カスニッシェとのマッチレース、ミルタウンステークス、ピールカップ。 キルデアステークス、ロイヤルプレート、ウェリントンステークスに勝ち7勝を挙げた。引退後は、タネボバとなりイギリス、アイルランド各地を点々とし7頭のクラシックホースを出した。その中でもセントレジャーステークスに勝ったザバロンは、ストックウェルの父となり直系は大反映した。また2勝馬オックスフォードは、ブランドフォード系の父方祖先となった。 イギリスで1852万1856年の2度、リーディングサイヤーを獲得したバードキャッチャーだったが、27歳の時種付けができなくなり、場所が警察に連絡して銃で処分された。イギリスでは非難の声が湧き起こったが、当時のアイルランドは馬を銃で処分するといったことが日常的だった。ありがとうございます。